この2人もいいね、仕上がってるね。凛太郎帽子は買い替えた方がいいんじゃないか。泥棒だぞ。あー、これはアンティークショップ。アンティークショップ、そういうことだよ、ならないからな。バルカったよ。高校がアンリーズナブル。先行凛太郎ビートチェック願います。よーいけいけ。あーあーわ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 ーツーイエーイエー。 DJ ユータ、うん、オーツブファイト2014ファイナル、先行凛太郎高校アンリーズナブル、オーツブファイト。3回戦が始まった、飽きちゃった、パンチパーマラッピーだった、それもいいなすぎる、足りなかったラリアットだ、また組み込みはめてくだけ、また取り出すような言葉すべて欠席、すごくないはめてくだけ、光が差してヒップホップライト。俺はお前が嫌い、なんでかって言ったらパンチパーマバカにしたから。気合の塊だってここで、いや言葉張り裂け出したら、やっぱ弾け出したら、花火のような感覚でベジータだ、俺がお前を吹っ飛ばす。じゃあ最後に言うとこう、あんたのパンチパンは昔のダウンタウン浜田、いや俺らは何が浜田だ、盛り上がってこうぜ、こんな感じ。いやわかるか、もう女のパンチパンはもうディスらない、あんたのスキルをディスるぜ、ザコみたいなスキルで騒ぐなボケ、わかるか、そうかと博多バトルするぜ、そうじゃバカだ、ラップやっていく俺はそう演奏者だ、奏でるビート上でしっかりとな。いや下手くそとか言ってるけども、やっぱりいや有名人と例えるのがいいの、いやマジふざけんなよ、ダウンタウンの浜田じゃねえんだ俺は、アンリーズナブル。いやお前のオナニーラップ聞いてられない、俺のコカインラップ、鼻から吸ってもいい感じ。チャリンコ。鼻から吸ってもいいライブが消えたぜ。チャリンコ。いや、あんま言うな。あんま言うな。決めていこうぜ。先行凛太郎方ともしと。高校アンリーズナブル方ともしと。もう一回聞く。先行凛太郎方ともしと。高校アンリーズナブル方ともしと。勝者凛太郎。両者呼び直し、しびれた。